シーグロフ入れる。チャプターを選択してくれ。はい、どのリングがいいかな。はい、一口系かな。はい、やっていきましょう。始めよう。で、五条悟任務クリア。はいはい、一回やってる。はい。これでいいのか。はい。最強を見せて。行きましょう。イタドリ以外の操作初めてだ。はい、一口系。はい。はい。スクナと変われるかい？スクナ？君が食った呪いだよ。ああ、うん。多分できるけど。じゃあ、10秒経ったら戻っておいで。でも。大丈夫。僕最強だから。頼りになるな。で、戦闘かな。かっこつけさせてもらうよ。殺す。特に理由はない。実はまだ本気だよ。ついてこれる。術式がなくとも勝てるか。いつの時代でも厄介なものだな。7、8、9、そろそろか。これなんだと思う。肉弾戦でいくよ。楽しくなってきた。これなんだと思う。術式がなくとも勝てるか。肉弾戦でいくよ。相手が悪すぎたね。面倒だ。はい、言ったでしょ、僕最強だって。当然君の功績だ。はい、まあ強いな、さすがに。まあ明らかに10秒以上経ってたと思うんですけど。お、大丈夫だった？驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせえんだよな、あいつの声がする。それで済んでるのが奇跡だよ。何したんですか？気絶させたの。目覚めた時、スクナに体を奪われていなかったら、彼には器の可能性がある。さて、ここでクエスチョン。彼をどうするべきかな。仮に器だとしても、呪術規定にのっとれば、イタドリは死刑対象です。マジかよ。でも死なせたくありません。可愛い生徒の頼みだ、任せなさい。でも死刑なんだよな。てなわけで、改めて君、死刑ね。なんでや、なんでやねん。え、階層と展開が合ってねえんだけど。確かに、せやな。可愛い生徒を頼みたのは何だったんだろうが。はい、次元が進行していくと。あ、はいはいはい。はいはい。で、次が、はい、遺言ってことですね。どのリングがいいかな。まあ、はい、遺言はまあまあ次やるとして、まあちょっとなんかその数がどうこうって言ってたので、はい、見ていこう。はい、
クナ五条。はい。ほう。あ、まあ、これわかりやすいね。はい。おお。だから昔さ、まあ別作品ですけど、ナルトでもこう、なんか公式でこういう相関図ってあったよね。ほう。リストを見よう。信頼、信頼、はいはい。リストを見よう。あ、操作がよくわかんないから。リストを見よう、はい。まあまあ、どの任務がいいかな。お、ご主人、追加されてる。まあ、じゃあ、ということで、今回この辺で、まあ、オプションってなんだ。色々設定できるみたいだね。ああ、こういうのね、入れるのね。はい。これ見てなかった気がするな。あ、まあ、っていうか、あれか。チュートリアルでやったやつか。はあ。あ、なんか手に入れたね。はい。まあ、今回この辺で終わりにしようかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。チャプターが選べるみたいだ。